はい、皆さんこんにちは。今日は草花遊びをやってみたいと思います。で、今日ご紹介するのはカラスノエンドウっていう植物です。このカラスノエンドウ、今は花が終わってこうやってお豆の鞘がなっている状態なんですけれども、この鞘を使って今日は笛を作ってみたいと思います。で、この鞘なんですけども、こんな風に大きくて分厚い鞘を笛に使います。ね、この部分をこうちぎってみると立派な鞘がありますね。はい、この鞘なんですけれども、選ぶときに注意があります。できるだけ厚みのあるもの、そして長いものを選びましょう。よくね、こういうところにあるんですけども、比べてみてください、ね、上側、こちら側はちょっと薄いですよね。これだと上手になりません。もっと大きくて分厚くて太い、こんなやつを選んでみましょう。出来上がり。